にちは、ママライフチャンネルです。 MC の池田真子です。そしてこんにちは、嵐です。はい、じゃーん、今日はエールで遊びます。はい、ありがとうございます。ということで今回は嵐くんと一緒にこちら韓国のキャラクターのタヨというキャラクターになるんですけど、そちらの英語同様サウンドカードで遊んでいきます。英語の歌を歌ったり単語を覚えたり楽しくね遊べるチーク玩具になってます。それではどうぞ。じゃあ嵐くん開けてもいいよ。お願いします。見た目はこんな感じです。はい、中にはこちらの本体とカードが30枚入っていました。はい、アップで見るとこのようになってます。で、こちら電池は別売りになってて単4電池が3つ必要になります。で、こちらね、あとドライバーで開ける必要があるので使うときは準備しておいてください。で、カードはこのような感じになっているんですけど、こちら側が単語で裏を向けると同様の歌詞が書いてあります。英語の歌詞になってます。じゃあ嵐くん早速遊んでいこうか。どれ刺す？どれがいいかな。こちら事前に電池を入れてあるのでこのまま刺していきます。あ、嵐くん反対かな。はい、こんな感じで刺すことができます。結構浅めに刺すことができて、この絵を見ながら覚えることができます。じゃあ嵐くん、このボタンを押してみて。レイン。嵐くんも一緒に言ってみようか。レイン。こんな風に絵を見ながら実際に発音を聞いて発してっていう風に学んでいくことができます。こちらもね、後ろに歌詞が書いてあるのを見ながら聞いて覚えることができるので、子供の頃からね、こう遊び感覚で英語を学べるっていうのはいいなと思います。楽しいね、嵐くん。いろんな絵が書いてあるよ。じゃあ嵐くん、私が選んでもいい？これ、嵐くん、これ何の絵かな。ネタの、うん、ね、猫のね。そう、猫さんやな。じゃあこれを英語で言ったらなんて言うのか聞いてみたいと思います。なんて言うやろね。はい、じゃあボタンお願いします。キャット。なんで？シェイス。キャット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 っていうのが猫の英語になります。マトちゃんさ、蜂にしたら。蜂にする、うん、これにしよっか、うん、これなんか難しそうやな。うん、蜂、英語でなんていうか入れてみようか。うん、ダンボビー。お、なんてなんてなんて。もう一回いこうか。ダンボビー。ん、ダンボビー。ダンボビー。ダンボビー。面白いね。いろいろあるね。じゃあ今度は同様の方。どんどん行こうか。じゃあこれは、これは分かる？何か分かる。これ何の絵？分かんない。分かんない。これなんだ。またこれね、刺すときにちょっと難しかったりすると思うので、しっかりとこう平行にまっすぐさせるようにそーっと入れるようにしてあげてください。ベイビー。ベイビー。ベイビー。何のこと？ベイビーって。ね、赤ちゃんのベイビー、うん、ピンポーン。すごい上手やね。これよくわかったね。次、これです。はい、これ何の絵かな。おー、うまいね。発音上手やね、嵐くん。これは箸でした。嵐くん、これは何？ベル。ベル？これねーって、うん、ベル。ベル。洗車場。洗車場。よー、遅かった。すごいね。ぼちょぼちょ。ぼちょぼちょ。あのね、洗車場にある、うん、ぼちゃぼちゃ。うん、嵐くんの大好きなやつやね、これ、うん、
じゃあこれ英語でなんていうか見てみようか。ブラッシュ。なんで？ブラッシュ。次トレです。はい、これ何の絵描いてる？人形さんかな、これ。お人形さんやで。人形さん、うん、じゃあ押してみようか。ゴー、ジョーン、ジョーン。ウィオ、ウィオ。おお。ということで、今日嵐くんどうだった？楽しかった。楽しかった。英語も覚えれた？これからね、いっぱいこうやってやっていって、絵を見ながらこうやって楽しんで覚えれるんで、すごくね、こう遊び感覚で英語が耳に慣れていったりとか覚えれるっていうのはね、すごく嬉しいなと思います。メカニック。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておくので、そちらからチェックしてください。それでは今日も最後にじゃんけんタイムです。いくよ。じゃんけんぽん。今日はチェキでした。ではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。